picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この前一人でちょっとラウンドしてもらって、はい、グリーン周りで右にポンって出ちゃうのがあって、足閉じてなんかねちょっと右にポンポン行ってたの。はい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 、見てもらいたいなって思って。了解です、了解です、分かりました。で、さっきちょっとあの言ってたあのアプローチ、はいはいはい、あの僕個人的にはなんですけど、あのなんかその足閉じてちょっとこうなんか斜めにして打つ、はい、ハンドファーストになると思うんですけど、はいはい、あれ練習してないと多分結局シャンクとかしちゃうと思うんですよ、はいはいはい、だからあんまり練習量がない方とかちょっと苦手な方は普通のスタンスでもいいんじゃないかなと思う。そう思ってて、まあ、これをきっかけにちょっと森ちゃんに聞いてみようと思って。あー、なるほど。全然まっすぐ向いてもらうことは問題なくて、あのじゃあなんでオープンスタンスにするかっていうところが多分理解されてない方多いと思うんです。そうそう、多分ね、プロとかみんなやってるじゃん。あれかっこいいじゃん、なんかやってる感あって、なんかでも練習しないんでそれやっちゃうと結構事故かなって、はい、で僕はあんま練習しないいいタイプだから、はいはいはい、めっちゃ事故るんですよあれ本番でやるとグリーンでピンから遠くなっちゃうみたいなそうだから多分あのまあやるならやるで理由とかちゃんとしたこう打ち方とか教えてもらった方がいいのかなと思って、まあ一回ちょっと見てもらって、はい、はい、わかります。お願いします。お願いします。お願いします。オープンスタンスにする理由の、ま、説明から、はい、いきたいんですけど、これはここで口頭で話してもいいんですか？うん。OK。で、まっすぐに構えてもらうので全然 OK です。ただ、オープンスタンスにした方が理由、いい理由としては、距離が出にくくなるっていうところなんです。へえ。要はオープンスタンスにすると、はい、ちょっと体が目標方向に向くわけじゃないですか。はい。だから上げていくときに、要は左向いた状態で右に上げていくのと、まっすぐした状態から右に上げていくのと、後者の体回しやすくなるんで、はい。なんでアプローチって距離出したくないじゃないですか。飛んじゃいけないところですよね、場面としては。はい。でそれを防止するのにオープンスタンスにしてるっていう感じ。だから切り替えの時期としてはまっすぐ構えてもらってもいいんですけど、まっすぐ構えてなんかこう飛びすぎるのが怖くな感じてきちゃったとか、なんか怖いなと思った時はオープンスタンスしてもらった方がいいかなっていう。特にアプローチって飛びすぎると思うと緩む方も多いんで、フォローが出てない方がすごく多いんですよ。逆にまずアプローチとかする時にこうバチンって体だけ向こう向いてヘッドをここに置いてきぼりみたいな。でプロの方とかってみんな振り切るじゃないですか、アプローチでも、はい、ちゃんと目標方向に向いてあげる、はい、これができない方がすごく多いので、その原因としてはやっぱ振り上げすぎちゃう。それを防止するのにオープンスタンスにするとちょっと目標方向に向くから、自然と打ち終わった後が大きくなりやすいんですよ。振り抜きやすいとかっていうのになってくるんで、まあ、最初はスクエアに構えてもらってもいいんですけど、ちょっと距離出てきちゃうとか、なんか飛ぶのが怖くなり始めたなって時にオープンスタンスに切り替えてもらうといいかなっていう感じ。そういう使い分けなんですね。そうやっぱりだから絶対オープンしなくちゃいけないってわけじゃなくて、はい、そういう理由があってオープンスタンスにしてますよってことだけ頭に入れておいてもらえるといいかなっていう感じ。なるほど。じゃあちょっとグリーン周りのじゃあアプローチで森ちゃんのあれでちょっとスタンスとか教えてもらって。ああ、了解です了解です。じゃあちょっとサンドウェッジにじゃあ持ち替えてもらって、はい、どっちかよくわからない人っていうのは、はい、どっちから入ればいいんですか？スクエアから入っちゃって大丈夫です。これですか？そうです。で足閉じるっていうよりかは、はい、拳1個分上げといてもらいたいかなっていう感じ。そう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 、上げといてあげる。そうそうそう。で体重を、はい、左の方に多くかけといてもらいたい。8-2ぐらいで。へえ、はい。これボールの位置って真ん中でいいんですか？ちょっとランニングってこう転がしたいアプローチの時は真ん中ぐらいでいいですし、はい、ちょっとボールをふわっとして上げたい時はちょっと左より、左足かかと内側の延長ぐらい。そうそうそう、右に置いちゃうと右側でさばこうとしちゃうんだ。自分自体も右に置いちゃうから。この、はい、さっきの8-2っていう体重は、はいはいはい、フラットのところだと体の、あ、もちろんもちろんもちろん。へえ。基本的には左足軸でずっと行ってる感じです。左足前、はい、前の方に重心を持って。そうですそうですそうです。その割合を変えないで打ってあげるんですよ。
これだいたい距離はどのぐらいを目標に打ったらいいんですかね。だいたいグリーン周りになるんで20ヤードか10ヤードとか。なんかここだと どの辺ってこう言った方が多分見えちゃう、分かりやすいんじゃないかな。葉っぱ落ち葉あります。あ、分かります。ちょっとピョンってこうやって、はい、分かります、うん、そう、あの辺、はい、8-2で、そう、8-2でその割合を変えない。うん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 、あのあれか、オレンジね、はいはいはい、そうそうそう、はい、無事そう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 、で左に体重で、はい、そう、それは変えないように、そう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 、オッケーオッケー。なんならちょっと極端にいきますよ。ちょっとまだ右に体重残っちゃうんで、ちょっと感覚をむむむ、ちょっといつも通りこのスクエア、はい、そうそうそう、で左足の前にちょっとボールを置いて、このまま構えてもらっていいですか。 OK、 そのまま右足を下げてもらって、ちょっとこっちを、そう、下げて、そのまま上からストンって倒してもらって、そう、その状態で打ってもらいますね。で、つま先こうやって折らないで上からストン、そう、その状態でちょっと5球ぐらい打っていく、そう、そうそう、そのぐらい本来左に残ってないといけないですかね、打ち終わった後。もう一回、へぇもう感覚としてはもうほぼ左足ね、本当ですね、そう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 、ちょっと前から撮ってもらいたい。いつも打つのとこれで打つのと、この軸、このニューさんのこのスイング軸っていうのが傾く傾かないっていうのが変わるんで、ちょっといつも通り1回2球ぐらい打ってもらっていいですか。今の意識しなくていいんで、そう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 、ちょっと右にこう残っちゃう、うん、映ってます。そう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 、で今ねちょっと片足で打つ打ち方ちょっとしてもらって、はい、まあ片足では動きようがないからね、動いたら倒れちゃうしね、そう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 、そうとヘッドの入りも変わってくる、ダフらなくなってくるし、本当ですね、そう、で右に行く弦が それですからね、多分前回ラウンドで右に行っちゃう、私もこの軸自体が打つ時に右にこうやって傾いちゃうからフェースが右向いちゃう、プラスちょっとこう下からガンと入りやすくなる、ちょっとダフりやすくなったりとか、うん、ひどいとシャンクになっちゃう、うん、かつボールの位置が右側に置いてるから、そう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 、ヘッドが返る余地がないってことだよね。あ、そうです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 、ちょっとしないですよねフラフラしますよね。左足だけにするんですけど、打ち終わったと必ずコンビニ、あ、はい、止める必要はないんで、分かりました、そう、それで打ち終わったらもう、そうそれがふらつかないんで、ちょっと左足作っていくのもテーマかなと。それは右に戻っちゃうってことは、やっぱ今普通に打って右足軸で打つ癖があるので、ふらつくってことはそのスイングのスピードに耐えられる左足がまだ出来上がってないってことなんで、ちょっと今後のテーマとして一個それを作っていきたいなっていう感じまあね、それぐらい左足に最後ちゃんと体重が乗っかってるように使っているようにっていう体幹の練習なんで、はい、普通に打ってもらって大丈夫、はい、足の内に右に動くなる、そう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 、横に向くっちゃった、向く、そう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 、うん、それちょっと寄ってるじゃん、すごい、うん、ラウンドちょっと頑張っていきましょう、はい、わかりました、 OK です、以上になります、はい、ありがとうございます。じゃあこの後あのラウンドレッスンでみっちり、はい、教えてもらうって感じで、はいお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。